心霊写真が必ず撮れるというところらしいので、もう完全に顔が写ってたんですよね。おお、びっくりした。やばすげえなこれ。あれ何、上、そこそこ、おお、これそれなんか女の人がちょっと、皆様の悩み解決します、プチ掃除依頼。はい、はい、ということでよろしくお願いします。後編、後編ですね、はい、行っていきましょうか。今日はパルマ君のね、はい、僕の行ってきたところでございます。行ってきたところ行くんですけれども、お願いします。どうですか、どうですか。はい、もうはっきり言わせていただくと、はい、怖いです。映った、映りました。えぇ、はっきりと姿が映りました。お前大丈夫か。お前何がですか。はっきりと姿が映りました。はっきり嘘になる可能性があるってことだろこれ。いや嘘はついてませんよ、大丈夫です見ていただければわかります。でもパルマがそんな嘘つくわけないか。そうで、僕は嘘つきませんので。じゃあやばいんじゃない。はっきりと映りました。映ったじゃん。だ僕はノーコメントでもうこれ映ったってことですよ。いや嘘、どんどん映ったから、で2人でどんどん嘘がこう、僕らが勝っちゃうから言ってるんだよ。これ大丈夫か、だからネタバレになっちゃった。これもう本当は言わないつもりだったけど、もう言わされちゃったから言ったけど映ってなかったら大変ですよこれ。だって今これで視聴者の人は映ったんだと思って、うん、もう見始めるわけですよね。はい、で映るんですね。映ります。でも前回僕と、サトシで行ったところは行きましたね。まあ、甲冑の音がね、聞こえましたよ。結構カシャカシャって、まあ、甲冑なんじゃないかっていうところと、ね、うん、まあ、心霊写真ではないんですけど、まあ、その写真の中に写り込んだ、はい、で僕もなんとなくここなんじゃないかっていうのが分かってくるっていうね、うん、のがありましたけど、今回のパルマ君の映像はっきりと、はっきりと、これ誰が見ても映るやつ、サトシが見たら分かるみたいなことじゃなくてってこと。もう正直誰が見ても分かると思うで最後の部分ちょっと僕も知らない部分はあります。知ってる段階で、もう映りまくってる。はい、これはちょっとすごく楽しみなんですけれども、じゃあやっていきましょうか。はい、はい、その前にですね、チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いします。お願いいたします。それではプチ掃除依頼を掃除していきましょう。ペロリンちゃん、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、ということで今回僕行ってまいりました。はい、場所はですね、三雲トンネルというところでございます。三雲トンネル、なるほど。ここはですね、はい、この僕らがよく企画でやってるものが元となって、ほう、この場所にこう行ってきたという感じなんですけど。元となってっていう、そうなんですよ、以前やった企画がここにつながってるというものになっておりますので、なんかなかなか興味深いですけど、それはもう後での楽しみってことですか。そうですね、 VTR 見ていただければ分かると思います。なるほど、三雲トンネル、はい、楽しみですね。いきますか、じゃあ。はい、いきますよ。パルマ、パルマ、パルマが行くぞ、コンコン。はい、ということで今回プチ掃除遠征スペシャルということで、今回は、はい、何ですか、何これね、これ天気予報士じゃないよ、お前何が天気予報士、天気予報士じゃねえ、完全に天気予報士ちょっととんでもない積雪が来るから前のうちに入って、今の状況どうですか。確かに積雪の前日ではあるけど、じゃあ気温はどうだったんですか、パルマさん。こちら気温はですねじゃあもうこちら気温はですねだよ、これこれやばいよ、これ何若者にも見てほしいっつってんだろ。そうだよ、こっちはさ、若者天気気になるだろう、お前一番三雲トンネルの天気なんか気になるんだよ、誰もいや気になるから、雪降ったら大変だから、お前これちょっとパルマ改造しないとダメだな、これやめてください、ちょっと変なこと言うの。すいません、ちょっと行きましょうか。今回のプチ掃除の舞台は滋賀県湖南市にある
三雲トンネル。ここはトンネルの近くに心霊写真が必ず撮れるという電話ボックスが存在する心霊スポット。今回は以前おかすいのとある企画で紹介した写真をもとに、この三雲トンネルに訪れた。はい、ということで今回プチ掃除遠征スペシャルということで、今回は三雲トンネルというところにやってまいりました。ここはですね、以前僕らの企画で視聴者様から心霊写真をいただいて、それを紹介するという企画があるんですけども、その時にレンさんという方からこの三雲トンネルの近くに電話ボックスがあるんですけど、そこで心霊写真が撮れたと。もう完全に顔が映ってたんですよね。以前の視聴者様から投稿していただいた心霊写真を紹介する企画で、こんばんは、心霊スポットで、三雲トンネルっていう場所の電話ボックスがよく霊が出ると言われています。そこで友達と一緒に、撮った写真なのですが、映り込んでしまいましたと。はい、その写真がこちら。はい、見ていただいている写真がこちらでございますが、はい、もうなんか矢印が、ね、ついてるね、ついていただいてるんですけど、つけてくれてるんだ。拡大しましょう。矢印をつけて、おー、これ見てください。顔？はっきりと顔ですよね。顔ですか。これ相当気持ち悪いけどな。どういう顔？骸骨みたいな顔してる。何？なんかね、女性っぽい感じは俺は見受けるんだけど。女性？電話ボックスにはっきりと顔が映っていた。その心霊写真を紹介させていただいたんですけど、いつかここにちょっと富士掃除かなんかで来れたらみたいなこともスタジオで喋ってて、そういうのがあったんで、今回滋賀にちょうど来たので富士掃除でやってまいりました。まあ、ここなんかいろんな噂もあるらしくて、結構その心霊写真が必ず撮れるというところらしいので、ちょっといろんな検証しながらやっていきたいんですけど、これトンネルは入れない。トンネル多分絶対入れないです。これ無理じゃな。そう。で、なんで、トンネル自体は、特になんかそういう噂ないんですよ。あ、そうなのか。はい。なんか、本当にその公衆電話に集中してて。そうか。でも、検証もするのも多分全部そこになるかなという感じなんですね。そうですね。まあ、ね、心霊写真が撮れるということなんで、まあ、いろんなちょっと角度からも撮りながらやっていきたいかなと思います。では恒例の僕の挨拶行かせていただいていいですか。皆さんお待ちかね、行きます。パルマパルマパルマが行くぞ。コンコン。これ恒例がありすぎて見えないよ。で今はい、気温がマイナス1度らしいです。ちょ、とんでもなく寒いんですけど。めちゃくちゃっすよ。こんなはずじゃなかったよ。寒すぎるだろ。この時期のロケはやめようってなんか前言わなかったっけ。え、ちょっともうちょっと前か後に取りだめて2月とかその辺はやめようって言ってなかったっけ。その冬眠前の熊みたいなことはしないんですよ僕ら。あれ前そんな話しなかったっけ。毎年寒すぎるからみたいに言うじゃん。予定が来ることは当たり前ですよ、ね、まあな、やるしかない。言ってる間ですよ。俺やったよ。これですね。あれが噂の、はい、電話らしいです。ちょっと近くまで行ってみましょう。はい、行きましょう。結構交通量が多いんでね。そうですね。ライトもちょっとあんま気をつけないと。ね、そうだね。ダメですね。これですね。出ました。これか。結構古い感じの公衆電話ボックスで、あんまもう今この形の電話ボックスなんか見ないからな。でここでその送っていただいた方が写真をね撮ってて、多分この角度かな。この角度に2人が並んで、この多分あの辺かな、あの辺に顔が映ってたのね。でその視聴者の方はなんかその霊が見える方に見てもらったら、なんか女性が着物着てる女性が映ってるみたいな、言ってたのね。
て、うん、ちょっと写真撮る前に、はい、まあ、そういう例が映る公衆電話って言われてるんで、うん、ちょっと一回ターチャイとかに電話してみません？おお。ちょっとじゃあやってみる？ちょっとやってみます。ちょっといろんな検証しながらって感じじゃない？ちょっとね。そうですね。うわ。で、すごいね。はい。僕がお金出すんで。え？嘘？ 100 円で。100円も？お金持ちだね。ちょっといいですか？じゃあ、ちょっと番号。で、ちょっと音拾えないかもしれないんで。はい。結構。そうか。耳元にちょっとカメラ当てるぐらい。うん。OK。じゃあ、ちょっと電話かけてみますね。今鳴ってます。出ないですか？出ない。ちなみにお釣り出ました？出てこない。うわ。これ吸収されんの？これ。そんなバカな。あ、100円はお釣りが出ませんって書いてある。確かに。これも幽霊の仕業ですよ。これ持ってかれるんだ。え、電話出なかった？出なかった。ちょっと10円で。10円で聞く？ちょっといい、ごめん。まさか出ないとは。あれ？プー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 ってなってる。出ないですか？うん。話し中？何これ？話し中の時みたいな。ありがとうございました。忘れ物にお気をつけください。ちょっと次サトシにかけてみるわ。はい。よいしょ。頼むぞ。あ、行きたい行きたい。いいね。もしもし？はい。サトシ？聞こえる？今プチ掃除中なんだけどさ、いわくの電話ボックスからさ、今電話をかけてるんだけど、今俺の声に混じってなんか女性の声とかなんかそういうの聞こえる？ん？何？ピーって聞こえた？え？どういう音？え？高めのピーっていう音？え？え、それ女性の声みたいな、声みたいなこと？え、ガチャガチャしてる？え？え、どういうガサガサ音？何？え？そんな風なのはないよな。多分そういうガサガサ音みたいなするのは何もないんだと思うんだけど、多分今車通ったんだけどその音ではないって感じでしょ。え？うん。うん。強弱？え？何それ？加藤さん的に何か感じるものあるか？確かに何か感じる？サトシ的に。あ、びっくりした。気になるな。音からはってたか、多分特になんか感じるっていう感じじゃないのかな。もうまたそういうのを後日スタジオで聞きましょうか。そうね。なんかでもガサガサ音がしちゃってずっと言ってるんだけど。音か。何なんだろう。別になんかガサガサ音がするようなもんなかったもんね。そうですね。特に。なるほど。なんかでも、受け取り側からちょっと変な感じはしたってことですね。そう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 。だから車のこういう、
車が通る音じゃないガサガサみたいな、でそれもなんか一定のリズムじゃなくて、なんか鳴ったりなんなかったり鳴ったりなんなかったりみたいな感じらしいから。心霊写真が撮れた電話ボックスから電話をかけてみるも、ターチャイは話し中なのか出ず、サトシは電話に出るもなぜか異音が混じっていたという。はい、うん、ということなんですけど、うん、はい、電話したんですけど、はい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 、そう、なんかお話し中だった、出れなかったのかな、これ、そう、さっき電話検証して俺にかけてくれたじゃん。そうそうそう、一番最初にターチャイにかけたんです。で俺一回電話かけてきた時に非通知って書いてあったから怖くて出なかったの。はいはいはい、まあね、急に突然電話したし、ね、そう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 、うん、で2回目で誰だろうねとかってサトシに言ってたの、うん、2回目かかってくるタイミングでちょい前ぐらいに、うん、あけどなんか公衆電話のロケ行くからって言ってたから、うん、検証で電話かけてるんじゃないですか、うん、って言われて、うん、あそうかもって言ってかかってきたから出たの、うん、あ出たんだ。そう出たのね、サトシと分かる、で出て、うん、でしたらあえみたいな音がずっと聞こえてて、え、なに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 とか言ってたの。いや、こっちずっとプーしたらさ、プーってなってんの。お釣り出てきてるじゃん。で俺出てんのよ。見てたもんね。で、スピーカーにしてたから、サトシと。え、お釣り出てるってことは通じてないってこと？通じてないはずなの。ただ、電話もう何秒何秒。待って、履歴あんじゃないか？あ、こっち使っちゃってるわ。あ、うん。いや、だから、プープープーってなったから、で、あの、だから話し中で出れないみたいな、ありがとう、あれなんかなと思う。履歴ある、何月何日だっけあれ、1月24か5か3か、そんぐらいだ、23か、これじゃん、これ1回だから出てないんだよね。はい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 、非通知、非通知、赤色になってるじゃん、うん、出てんのよ、着信来て10秒電話してんだよ、着信が来て10秒電話してんのよ。で、23日の多分この時間ぐらいの8時だから1個目が1個目のこれ赤くなったやつなんでしょ、うん、これは出てないやつ、不在着信で出てないんだよ、うん、そう1回目は確実に出なかったと思う、こっちもお釣り出てるんでしょ、お釣り出てきたその時は。ええー？だから通じてないっていうことになってるってことか。だからそうだね、そうだね、通じてたら多分10円だったから、次はだからお釣り出ないはずだよね、うん、でちゃんと着信で10秒って出てたじゃん。そうだね。で1個前は出てない時は、うん、不在着信でなってたね。で次サトシに電話かけてって感じ。そうね。ビービービーピーみたいになってたんで。すごい高い声か、まあ、音かがずっとこの後ろの方でわー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 言ってる感じがして。でガサガサ音も聞こえたみたいな、ね。それに混じった感じでずっとこう、うわーわーわーみたいな。公衆電話ってそんなんなる？まあ音昔のやつだからさ、まあ、あの電話とかの時ビーみたいなやつは聞くけど、うん、わーみたいなやつは分かんない。ワンワンワンみたいなね。そんなに乱れたりはしないね、さすがに。だここにさ電話口にくっつけてたからそれが擦れてとかじゃなくて？いや多分それはないと思う。そんな多分なんか多分俺なりダウン着てたけどそれに触れるような感じではやってないから。うん、でそのなんか映ったってのはどれですか？その今のところ。いやまだだよ。焦るな。焦りすぎ、ちょっと。焦りすぎ。ちょっと前に出ようとしすぎてるわ、ちょっと。これちゃんと、この最後のエンディングの時にもちょっと触れますけど、大丈夫ですかそれ。何がですか？いましたとかって言いますけど。だいましたとかそんなの僕は分かんないけど、はっきり映ったということを僕は伝えたいっていうこと。なるほどね。はっきり映りました。じゃあちょっと期待込めてみましょうか。はい。パルマ、パルマ、パルマが行くぞ。後編、どうぞ。いわくの電話ボックスから電話をかけてみると、電話を受け取る側では謎の異音が混ざっていた。そしてここからさらに検証を進めていく。ちょっと、うん。まあ、心霊写真を撮る前に、うん。AI 漫画でもしてみます、ね、あ、確かに。やってみるか。ここにいるかどうかって感じだよね。じゃあ AI 漫画やってみますよ、じゃあ。はい。行ってみます。行きます。
おお、びっくりした。えぇー、ほら、どう、やばすげえな、これ。それはすごいね。マジでびっくりしたな。え、元の画像見れます？これだって元の画像の女性の、そうそうそう、だからこの、このポールみたいな、ポールじゃねえや、この入り口のこのさ、はいはい、ここがそのなんか何、人の形になるとかならまだわかるけど、そうですね、この奥だもんね。ちょっともう一回、この先だもん。じゃあもう一回行きますね。こんなはっきり映るか。行きます。はい。すげえな。うわ。ほら。全くしかも同じような感じだから、ね。本当ね。しかも次は立ったよ。そうそうそう。中ですよ、マジ。そうそうだね。同じような。いや、これちょっと開けて撮ってみます。はっきりだね。うん、そうそうしよう。ちょっともう一回。すげえな。だからその入り口のこれじゃないんだよな。これが作用してるわけじゃなくてっていう。いや、そうっすよ。ちょっと一回開けました、これ。開けてもう一回撮ってみます。いきます。開けて撮ってみましょう。あー、おお、びっくりした。絶対におるな。ね。これ。100% いる。これ確定と言って。そうな。過言ではない。これは100% だよな。じゃ、いよいよ写真を撮ってみますか。ちょっとやってみようか。視聴者様からいただいたドクロのような顔が写るこちらの心霊写真。そんな場所でまさに霊がいるよと言っているかのようなものが AI 漫画で表現された。すげえな、 100% じゃん。同じような佇まいで全部このいるんだよ。そうっすね。いよいよこの公衆電話の前で写真を撮り、視聴者様と同じような写真が撮れるかを掃除していく。いいですか、じゃあ撮っていただいて。電気とか全部消しますよ。まずはい、パルマ込みのやつで撮ります。 OK。 あ、そっか、そうしようか。いきます、3、2、1。はい、言います。はい。ありがとうございます。撮ってみましたよ。だってあの心霊写真結構はっきり顔写ってたからな。送ってくれたやつ。ちょっとどうします？これ後で見ます。あ、スタジオで。スタジオで見るか。ここで一切見ず。ここで一切見ず。スタジオで見て。マジ？何何？動物や、ちょっと言いましょう。え、嘘？いた？バキッ！びっくりした、嘘。やめて。おーっていう声がずっとしてたんで。そう、ずっとしてたよな。あれ何？まあ、とりあえずやることはやったんで。そうだね。始めましょうか。はい、という感じなんですけど、うん、はっきり映りましたね。え、どこに映ったんですか？ふざけんなよ、お前。見てなかったんかよ。いやいや、AI 漫画あれでしたけど、うん、それ映ったってことどうですか？で、それを言ってね、だから。それ、これ AI 漫画じゃないですか。いや、そうですよ。え、その。で、別にだから、はっきりと霊が出たとか。いや、はっきりと映りましたって僕はずっと言ってましたよ。いや、それちょっとあります。今のところだって、はっきりと気象予報士が映ってるだけですよ。いや、違う。気象予報士どこにもいません。今のところ。気象予報士風なだけ、彼は。いや、けど、これすごいね。どうよ。もう3回連続ポンポンポンって。で、同じように映ってる。最後のさ、うん、やつに関しては、うん、胴体がちょっと、ね。はいはい、ちょっとね。あれ。そこはあります。ですが、うん、ただ特徴が一緒の女性がずっと映ってるっていう、ね。そうなの。で、その手前のさ、VTR でも言ってたけど、手前のあれが作用してるわけじゃなくて、奥、中に確実にいるみたいな風に映ってるんで。これはすごいだろ。いやけどね、AI 漫画はやっぱり、ん？ AI 漫画現象は全然信用ピシンピシンピシン。いいよ、お前、その層。じゃあ、やってくださいっていう層もいるから。だからほんと、五分五分だよな。五分五分だよ。AI 漫画なんでやんないんですかみたいなコメントも来るだろ。やってくださいとかめっちゃ来るのよ。来るよ。いまだにだって、
AI 漫画やばいの釣りましたっていう DM が結構来んの。来るよね。僕も、私もやりましたっていう。ここでこそ加藤さんに聞いてみるの。そうなんです。確かにそうか。サトシはこの公衆トイレ、公衆電話、うん、どうですか。そう、正直な、まあ、私これは正直言ってほしい、うん、いました。おい、いました。やっぱりいるんですね。います。それは中に。ただ僕が見えたのはその中ではなかった。え、なるほど。どっち側にいたんですか、中ではなく。と電話ボックスがある方側。あ、緑の。あ、はいはい、側の外に。はあ、はあはあははあ、なるほどね。あ、そう。でもこういう風に映るのは変ってことじゃん。いや、ただまあその僕がいるなと思った瞬間とこの撮った瞬間は違うんで、うん、はあはあ、違うんだ。移動してる可能性もあるということが、中に入ってる可能性もあるし、はあ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 、で、さらに写真を撮ってっていう感じなんですけど、うん、まあ、その写真は僕正直見てないんで、はいはいはい、どうなってるかは僕はわからないんですけど。写真気になるね。そう、ちょっと写真をちょっと結構な枚数撮りましたんで。はい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 。はい、はい、1枚目。1枚目これはどうですか。てか、あの赤いのは何ですか。後ろになんか落ちてる見るみたいなね。落ちてくる。ライトだとして、そ、後ろの、うん、この赤いのは違うのか。まあ光じゃない、あっちのライトがオレンジだったんで、はいはいはい、そう見えてる。それがこういう風に映ってるってことかかな。めっちゃ赤い、びっくりした一瞬。この辺ぐらいですね、うん、また光ってた。これ、え、嘘、これ光ってたよ。パッと見たらチカチカって赤いの光ってた。なんでやばくない、もうガチやばい、ガチ毎回撮るたんびに。だからスミさんが言ってたの、これやばいとこ連れてきまくると仕上がってくるって。はあ、はあ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 、どん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 感度が高まっていくってこと。だから完全に今仕上がりまくってると思うよ。だからスポットとかでやったら余計そういうことになる、うん、けどここでは映ってない感じなのか。映ってない。1枚目ない。1枚目なしですね。ないか。あ、これはあれでね、はいはいはい、誰も写ってないパターン、オンリー写真ね。そうです、電話ボックスをオンリーで。ないか。パッと見た感じだと分かんないかな。そう、あれ、佐藤さん、これ幽霊、これどうですか。あれでも真ん中はいますね。真ん中いるよな。なにそれ。これまた黒くなってんのよ。何それまた。これ誰の携帯撮ってる。これ真ん中だよね。ジョンだよ。あ、俺か。ここ。わかる？ああ、なんとなくわかる。ここ、うん。さっきもこんな感じで黒くなってたの。で、真ん中に、あれと思ってサトシに聞いたら真ん中にいるって言うから、ほらと思って。サトシはどういう風に見えてる。なんかその反…わかんない、黒いのが、うん、撮った人の反射かもなと思ったんですけど、うん、僕が見えてるのは多分その黒いって言ってるところの隣でちょっとちっちゃい感じでいます、うん、白…その白く、はい、見える。もっとその本当に人ぐらいの大きさで。あ、これそうなんだ、大きいんだ。あるような、さっきの AI 漫画みたいな感じで。ええー。ちょっと背はちっちゃいんですけど、うん、そんな感じで。え、でもまさにそのさっきの AI 漫画みたいにいるんだ。はい。やっぱ本物じゃん、AI。ね、うん。次行きましょうか。ない、はい。あ、ジョンタ。ジョンタバージョン。ジョンタが中を閉じ込めてるみたいなこと？わかんない。手と手を合わせ合おうと思って。ああ、そうだったんだ、あれ。あれ？何？上、そこそこ。おお。これ？それなんか女の人がこちょっとって笑ってる感じしない？うん。わかんない。いや、なんか変な感じはする。
趣味ラクラかこれは。いやわかんねえ、どうだろう。これなんかあそこいるよね、上に笑ってる人が。そうだね、うん、なんかそう見えはするかも。これは色がちょっとおかしいか、しかもね。そう、なんかちょっと変な色になってるよね。影、え？続いていきましょうか。はい。そして、はい、これも映ってないね。なさそうか。ない。最後の写真いきましょうか。はい。はい、はい、なんかジョンとの顔が黒いけど、これ影か、うん、墨、なんか進みだよな、なんかいう感じになってる、なんか異様に黒くない？なんか目も変じゃない？なんか左目、確かにグッて完全に変じゃないこれ。確かにね。目もこれしっかりしてない。いやそうだよな。確かに確かに。うん。こう映るはずだよね、普通はね。いや変じゃないこれは。これサトシどうなんですかこれ。確かに。影がなんでできてるかは分かんないですけど。うんうん。やっぱそのこの電話ボックスの隣にいる人、うん、ずっといるんですよ。おお。ほほほほ。うん。写真撮ってる間、うん、今これはどこにいるの？こいつもそのジョンタの後ろに、うん、あ、そうなんだ。いるんで、まあそいつが一番近いんで、うん、なんかこう顔に影響しようとしてるのかなっていう。ほほほ、なるほどね。っていう可能性もありますよと、うん、なるほどね。なんだろうな、変だね。うん、気になるな。だから見れば見るほど変に見えてくる。そう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 。パッと見影かなって思うけど。うん。でこれはもう撮れたでーす。あ、本当？撮れましたねこれは。撮れました。電話ボックスないはちょっと、あでも一個あったか。一個そう。上のところにね。そう。じゃあ清掃報告いかせていただきますか。はい、清掃報告お願いします。心霊写真が必ず撮れるという電話ボックスで、まあ写真を撮ってみて。はい。まあ、AI 漫画やってみたらはっきりと姿が映りました、うん、そしてさらに写真をいっぱい撮ってみたら、まあ、ジョンタの顔にもちょっと影が映り、うん、電話ボックスの中にも不思議ななんか影のようなものが映りました。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、うん、僕の心霊映像、はい、前回前編でね、はい、いらっしゃると今回パルマ君のを見ていただきましたけども、はい、いやー滋賀県、なかなかいいスタートですね。すごいですね。うん。これは先が楽しみになってくる、これは。気持ちのいいスタートなんですけれどもね。うん、まあ本当、滋賀県たくさんいろいろありましたけども。ありました。なんかちょっとごめん、一個さ、あの、一個前編の俺の映像でさ、はいはい、最後なんか何言ってるか分かんないところなかったっけ？ありましたよ。その、いいっすか？そこだけちょっと原因を。お世話になりました的な、なんか最後挨拶をしてるんだろうけど、何を言ってんのかマジで分かんなかった。あんなんだったらしない方がいいくらい、なんか何言ってるか分かんなかったやつだったよね。最後、もう最後の最後の最後、12分とかそんぐらい。ただこの方はどういう人なの？どういう人なんだろう。あまり怖くなさそう。怖くはなさそうです。あ、よかった。失礼します。何だこれ。これマジ何ですか？これ失礼します。自分が言ったんだ。いや、だから何つってんだろう、うん、よくないじゃん。いや、この方はどういう人なの？もう一回お願いします。どういう人なんだろう、はい、あまり怖くなさそう。怖くはなさそうです。あ、よかった。そしたら教えます。なんつってるの？これなんつってる？これなんつってる？これなんつってる？他のみんなわかるわけない。なんつったん？じゃあみんななんて言ってる？自分であの時なんて言ったの？だそれはね、うん、すいません本当に今日はお邪魔しました、ありがとうございましたって言ってるはずなんだよ。そう、それは普通そうでしょ？もうちょっと短かったよね。短かっためっちゃ。でなんて言ってるか。そろそろです。あまり怖くなさそう。怖くはなさそうです。あ、よかった。そしたら教えます。これだ。だ最初にすいませんって言ってるよね。すいませんは言ってる。すいませんは言ってた。すいません、それそれです。ち
ラス1だけ行こうか。解読できる人いんのかこれ。あまり怖くなさそう。怖くはなさそうです。ああよかった。すいません知ります。ほらすいません、何々してきますみたいな。じゃあ終わったんでしょ。だってありがとうございましたっていう言う挨拶はずなんだよ。すいませんありがとうございます、何してきます。すいません。何を言う、なんで言い直さなかったのこれ。相撲の小結びと天気予報士だよ。いやすげえ。なんでだよ今か、俺は関係ねえから今。おはようだよな。じゃあいやーちょっとね、でも本当滋賀県、今月の、はい、末からスペシャル始まるんですけれども、なかなか刺激的な、トレーダーがたくさんありました、はい。特に最終夜に行ってきた、行っていいね、もうあの深海の森、はい、要はあの日本三大金属地の一つであります、深海の森、通称死骸の森という場所に行ってきまして、ね、はい、そこでジョンタが 見てしまった、とんでもないもの、乞うご期待ということで、はい、お楽しみにしてください。以上おかすいでした。あれ超楽しみだぞと思ってそのあなた、チャンネル登録と高評価ペロリンちゃん。